皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は私がおすすめする大胸筋のトレーニングを4種類ご紹介したいなと思います。以前ね、大胸筋の最強種目ということでバーベルのベンチプレスをご紹介させていただきました。まあもちろんね、そのベンチプレスをやっていただくだけでも十分ね効果はあるんですが、筋肥大の3つのコツという動画で、まあ、お話ししたように、だいたいね3種目から4種目を3セットずつというのが、まあ、1つの目安になってきますので、じゃあベンチプレスの他にどんな種目をやったらいいのかちょっと迷ってるっていう方もいらっしゃるかと思うので、どういうトレーニングをやっていくのがいいのかということをご紹介させていただければなと思います。まあ、まずね一番重要なトレーニングになってくるのが、まあ、なんといってもバーベルのベンチプレスですね。まあ、これは最強種目のところでもお話ししましたけども、大胸筋のトレーニングの中で一番高重量が扱えるということで、やっぱりベンチプレスで重量をどんどん伸ばしていく、ベンチプレスでしっかり大胸筋に効くように技術を高めていただくというのが、まあ、まず一番大事になってきますので、まあ、このベンチプレスは、まあ、痛みがなくねできるのであればまず外せない種目になってきますので、ぜひやり込んでいただければなと思います。そして2種目目なんですけども、インクラインのダンベルベンチプレスですね。まあ、これもコンパウンド種目になるんですけども、まず大胸筋って上部、中部、下部という形で3つのパートに分かれてまして、それぞれですね微妙に働きが違うんですね。でベンチプレスを普通にやってれば中部と下部は何も考えなくても刺激をされるんですけども、若干ですね上部への刺激が弱くなってしまう。まあ、もちろん上部も鍛えられるんですけどね。なので大胸筋上部にもうちょっと特化したトレーニング、そして、まあ、刺激の種類を増やすということも考えて、まあ、ダンベルの種目で大胸筋上部を狙えるような種目をやっておきたいということで、このインクラインダンベルベンチプレスを選びました。まあ、ダンベルのメリットとしては軌道がねバーベルよりも自由に決められるので肩の痛みが出にくいということと、しっかりね下ろしてストレッチさせてグッとこう収縮させる、この基本的な筋肉の動きを感じやすいというところにあります。ダンベルは上げていくときに、まあ、バランス取るために自然とこうダンベル同士が近づいていくような軌道になるんですね。そうすると肘と肘が近づくようにぐーっと動くことになるので、よりね大胸筋が働きやすい、そういう動き方になるんですね。バーベルのベンチプレスですと両手の位置、まあ当然バーベル持ってるんで変わんないですよね。そうすると肘と肘がくっつくっていうよりは、ここのね肘の関節がぐっと伸びる、腕が伸びる、そういう動きが特に最後押し切るところではメインになってくるので、人によってはね上腕三頭筋、腕の筋肉に効きやすくなってしまう。そういう方の場合はちょっとなかなかね大胸筋に効きにくかったりするんですけども、ダンベルを使っていただくことでしっかりね最後まで大胸筋に負荷が乗りやすい、そういう軌道で動かすことができるので、バーベルで補いきれないね負荷をかけていくという意味でもダンベルの種目を入れていただくというのは一つおすすめです。3種目目、ダンベルフライですね。一番下の下ろしたところで大胸筋をストレッチさせることができるのがこのダンベルフライの大きな特徴になります。筋肥大を効率よくしていくためには筋肉がしっかりストレッチされた状態で負荷がかかる、そういう種目をやっていただくことで最大限に筋肥大の効率を高めていくことができますので、そういう意味ではダンベルフライ非常におすすめです。まあ、ただあまり下までね下ろそうとして肩が前に出たりとかね、そういうね怪我につながるようなフォームの乱れが起きないようにだけ気をつけていただければなと思います。最後4つ目なんですけども、これはねちょっとマイナーな種目なんでやり方がわからないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ダンベルプルオーバーになります。なぜこのダンベルプルオーバーがいいかというと、まあ、まず一つはぐーっと上に下ろした時にしっかり大胸筋がストレッチされる、
っていうこともあるんですけども、もう一つはこの種目やり込んでいただくと肩の、ね、柔軟性を高める効果が非常に高いです。まあ、肩甲骨周りとかこの肩の、ね、関節の柔軟性を高めてくれる、そういう効果もありますので、ダンベルプルオーバーをしっかりやり込んでいただいて柔軟性を高めることでよりね、ダンベルベンチプレスでももっと下まで下ろしてストレッチさせられるようになって筋肥大効率が上がるとか、ベンチプレスでより怪我をしにくくなるとかですね、そういう副次的な効果で他の種目のトレーニング効率を高めてくれる効果もありますので、地味ではあるんですけどもかなりおすすめできる種目です。やったことないよっていう方は試してみていただければなと思います。はい、今回はですね、Bレジェンド大林が考える大胸筋のおすすめ種目4種目ご紹介させていただきました。まあ、基本的なね、ダンベルとバーベルがあるジムであればできる種目ばかりですので、ぜひぜひね、動画を参考にやってみてください。他にもね、ここの筋肉の種目どんなのがいいんですかということがあればコメントでね、聞いていただければお答えしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。